映画の感想を改めて伺えればと思います。本当近年まれに見る、地味な題材なんですけど、すごく泣ける映画でしたね。特にエンジ君を増したデニーロのお芝居が非常に勉強させられました。やっぱ芝居はリアクションだなっていうのはね、名優の人はみんなそう言うんですけど、よく分かんなかったんですけど、細かいリアクションがね、すごい、日本人から見たらちょっとトゥーマッチじゃないかなって、そこだけ見てるとね、でもそれが全体で見た時になんかすごく淡々と演じてるように見えるっていうところが、ね、デニーロの素晴らしさだなと思いました。佐藤さんいかがですか？私はもう本当に映画見終わった瞬間に、はぁ、便になりたいっていうのをすごく強く思って、なんだろう、なんかやっぱり頑張りすぎている女性の、もう直接的ではないですけども、周りから優しくサポートしてくれてたりとか、そういう姿にすごく感動して、本当に周りに頑張っている女性も男性も方たちがすごいたくさんいるので、私もベンみたいにそれで優しい支えに少しでもなってあげられたらなっていうことをすごく感じました。まあアン・ハサウェイがね、職場に来たらフォローしますよねこれぐらい美人だったらね。そうですね、お綺麗でしたね。確かに、はい、ファッションポイントもあったと思うんですけど、さっきもお話しされてましたが、はい、なんか具体的にどういうファッションありますか？やっぱりもうサングラスをかけるだけでも様になるっていうのをすごく感じ、私普段サングラス恥ずかしくてかけられないんですけど、そういう颯爽と歩いてるあの姿だったりとか、きっとあのサンローランだったり素敵なブランドを着てらっしゃったと思うんですけど、そういうブランドをなんかあんまりお高く見えなかったというか、こういうきっと映画で着てるものって素敵だけど自分には着られないなとか、そういう素敵だけど、私にはちょっと難しいかなって思う作品がすごく多かったんですけど、マイ・インターンに出てくるものは明日私でも着られるかもしれないっていう、ちょっと身近に思えたファッションがたくさんあったので、それがすごく素敵でした。陣内さんはデニーロは本当にお好きとのことなんですけど、好きでしたね。もう昔からきっかけの映画があってっていうの、やっぱタクシードライバーでしょうね、最初はね。あれはあまりにも衝撃的でしたから、やっぱ彼の演じる狂気みたいなものがすごく自分の中ではすごい教科書になっているように思いますけど。それで今回のデニーロはどうですか？いい味出してますよね。やっぱ年を重ねるとか、こういう演技ができたら、年を重ねることでこういう演技ができてきたらいいなっていうのはすごく感じました。すごく包容力のある、なんかこうキャパシティのある男の、魅力みたいなものがね、すごく出ててかっこよかったです。若い頃とは別な意味でかっこよかった。ありがとうございます。上司と部下っていう立ち位置で、アン・ハサウェイ演じるジュールズが上司で、インターンとしてやってくるベンで、ロバート・デ・ニーロですけど、そういうような、上の方、下の方とか、そういう上下の関係で何かこう感動したなっていうエピソードはありますか？アドバイスを受けたりとか、逆に自分がしてあげたりとか、そういうエピソードは何かこれまでありますか？どうぞ考えます具体的なっていうよりは、もう最近テレビのお仕事をさせてもらっている中でも初めてのことばかりなんですけど、その周りにいる方とかスタッフの皆さんから日々そういうアドバイスをいただいているので、これを全てなるべく吸収できるように、吸収してここからいろんなことをとりあえずやってみようっていう気持ちで毎日何事も取り組んでいる最中です今はい、ありがとうございます。僕はね、昔お亡くなり生前、浜口蔵之介先生という大作曲家の先生がいらっしゃいましたけど、に僕ソロになったばっかりの頃、まだこう自分の方向が見えなかった頃に楽曲を書いていただいたことがあって、その時に君の資本は何だいって聞かれたことがあるんですよ。君の資本って何だろうって、何ですかって。
だから何のためにやってるんだろうってこの仕事を。だからやっぱり人を楽しませたい、人を笑わせたい、人を感動させたい、人を魅了したい、そういう気持ちが自分をこういう仕事をさせる原動力になってるんだろうって。それだと、あ、そうだ、その時ね、お金でも何でもなく、そういう子供の頃からそういうところでなんかこの職業に導かれてきたっていうのをすごく再確認しましてですね。だからなんかいつもなんか迷った時とか、こう迷路みたいに困惑してる時っていつもその言葉を思い出すんですよ。自分の資本は何だろう、何のためにこの仕事をしてるんだっていうことを確認するというか、それが僕の中で重い言葉として残ってます。ありがとうございます。今回ロバート・デ・ニーロ演じるベンは常にこう笑顔でいるのがすごく印象的だったと思うんですけど、二人が働く上で、もしくはプライベートでも笑顔でいる秘訣って何かありますか？やっぱワクワクしてる、ワクワクする仕事をすることじゃないですかね。常にその仕事に喜びを求めて、もう大変な仕事を、苦しい仕事を、いろいろハードルの高い仕事、いろいろあると思いますけど、そこになんかこう自分なりの工夫とか、自分なりの喜びとか、自分なりのなんか楽しみ方を見つけてこう、生きていければ、なんとなく笑顔になれるんじゃないかなと僕は思いますけど、はい。まず、なんか否定から入らないっていうことをすごく日々思っていて、とにかく自分で楽しんだり、そういう自分から発信できる楽しさとかを周りにいる方に伝えたりとか、周りの方からその楽しいことをいただいたら自然に笑顔になりますし、この自分が笑っていることで他の方にも伝染していけたらいいなっていうことは常に思っています。ありがとうございます。さっき最初に陣内さんもおっしゃってましたけど、泣けるところもあるとおっしゃってましたが、この劇中で。この映画の中でその、おすすめしたい泣けるポイントとかありますか？僕はね、まず最初の自分でオーディション用のビデオテープ、オーディションというか面接用のビデオテープ撮ってる時に、音楽家は引退するときに心の中で音楽が鳴らなくなる、私はまだ音楽が鳴っているんだって訴えてるデニーロっていうのは結構グッときたんですよね。この後なんかネタバレになっちゃうからあれだけど、その新しい職場が彼にとって思い入れのあるところだったっていうところで、それを淡々と語るデニーロにすごく泣けたし、やっぱりラストシーンの一言、あるキーワード一言いうアンハサウェイにすごく泣けました、ありがとうございます。佐藤さんは10か所ぐらい泣くポイントがあったとおっしゃってましたが、 すごく印象に残っているのはインターンの同期で入った、もう私と多分同世代ぐらい の同期の3人とベンが会社を颯爽とこう歩いている姿に、なんて素敵なシーンなんだろうっていうのをすごい感動して、なんか年年齢は違うけれどもお互いがこう尊敬し合っている、もう仲間なんだよっていうことをすごくシーンでわー素敵だなって思ったので、そこをずっと頭にありますね。ちょっと夢にも出てくるぐらい素敵だなと思ったシーンで、トークショー中に、はい、芸能界結婚ラッシュがすごいという話があって、はい、お二人の中で最近のこのラッシュが続く中で特に衝撃的だった結婚ってどなたですか？やっぱり福山君ですかね。ええ、特に日僕自分の主演の舞台 の記者会見やってまして福山君の結婚発表されたっていうことを聞いて、愕然としました。はい、もちろん幸せは祝福したいんですけど、なんとなくこう罪に追いやられた感じはやめませんでした。堀北真希さん、山本さんの結婚の
私もちょっと詳しくは分からないんですけど、その諦めない心って大事なんだなっていうのをすごく感じましたね。はい、乗っていけるといいですね、ラッシュ。まだまだかもしれません。いやーねー、いつかはできたらいいなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。